超時空シリーズ超時空機団サザンクロス超時空機団サザンクロスは1984年4月15日から同年9月30日まで毎日放送を制作局として TBS 系列他で放送されたテレビアニメ放送時間は毎週日曜14時14時30分全23話超時空要塞マクロス超時空世紀オーガスに続く 超時空シリーズ第3弾にして、最終作。SF 作品分類では、ファーストコンタクトものにあたり、惑星グロリエを襲い聖人ゾル人との戦いを、若い3人の女性職業軍人を通して描く。超時空シリーズの全2作と異なり、第1作、超時空要塞マクロスに関して、 外部企画作品への制作協力的な立場で参加した辰野子コプロが実制作した。前作、オーガスの不審から新規一点を図り、主要制作スタッフを総入れ替えしている。当初は全39話を予定していた。しかし、視聴率は低迷し、16話分のエピソードを残したまま番組が打ち切りとなった。このため、 ゾルジンの起源などのストーリーの核心となる部分が最後まで明かされないままとなっている。長時空要塞、マクロスの分担とは逆の制作分担となり、ビッグウエストがフィルム制作に責任を負い、タツノコプロがフィルムの実製作、企画及び物語構成とデザインを分担した。このため、タツノコプロと ビッグウエスト間の法的闘争の結果として、1984年4月の初回放送より、本放送終了の同年9月から36周年を迎える2020年9月までの間には、地上派では、ほとんど再放送されず、雑誌やムックなどの商業誌でも、ビッグウエスト及びタツノコプロの双方に対して、個別に、 フィルム仕様を呼び、図版の使用申請をしても双方とも拒絶されるため、本作品が記事に採用されることがないという特異な事態となっていた。なお、2000年9月22日に、パイオニア LDC から発売された、超時空気弾、サザンクロス DVD パーフェクトコレクションを記念して、同年内にアニメシアター X では少なくとも1回の、 放送が行われている。日本国外では、超時空要塞、マクロス、気候創世機モスピーダとともにハーモニーゴールド、USA 社、が、タツノコプロと契約し、各作品が、同じ作品世界の違う時代を扱った一つの、大河シリーズの本案作品、ロボテックの第二世代編、ザ・ロボテックマスターズ、AKA、サザンクロス。24エピソードとして、演出や脚本、 音楽等を改編、一部新作作画を加えた、再編集された版が放映された。また、メガゾーン23の再編集版である、劇場版、ロボテック・ザ・ムービー、アントールド・ストーリーマイナスにも、本作の映像が多く使用されている。当初、長熟世紀、オーガスの後、番組としては、キャラクターデザインに、漫画家の内山明を起用した。 コミカルタッチのヒロインアクションものが企画されていた。その企画が不採用となり、本作が放送されるに至った経緯がある。シリーズディレクターの長谷川康夫によれば、本作品は当初は、未来世紀版、ジャンヌ・ダルクの構想で企画が進行し、この構想に沿ったデザイン画も描かれていた。しかし、未来世紀版、ジャンヌ・ダルクの企画が不採用となり、 その要素を本企画に統合することとなり、80年代の風潮に合わせて、主人公、ジャンヌ・フランセーズの人物像も、より庶民的な方向に修正したという。21世紀末、戦争等により、自然環境が汚染され、居住不可能になった地球を捨てた人類は、マルスベース、ジュピターベースを開始、新天地を目指した。 すでに開発に、目処のついた近隣のプロキシマ・ケンタウリ構成系の惑星、リベルテであった。開発が一段落ついた時点で、人類は、種としての生存の可能性を広げるべく、次の植民星開拓を目指した。開拓拠点母星、リベルテに次ぐ、新たな植民地として開拓されつつある、エリダムスザ・イプシロン構成系の惑星グロリエは、 人々が住む都市部を離れると荒野と砂漠が広がる過酷な環境ではあるが、資源、食料などの必需物資の自給もようやく可能となり始めていた。西暦2120年のある日、突如惑星の衛星軌道と上空星掃圏に異星人、ゾルが率いる大規模な宇宙船団が現れ、惑星の明け渡しを要求する。 到底受け入れられない要求を前に回戦を余儀なくされた惑星、グロリエの警備と守備を司る開拓惑星軍、サザンクロス軍は開拓母星である植民惑星、リベルテからの支援を受けられず、独力で全く正体不明の敵、ゾルを迎え撃たなければならない。危機を迎えたサザンクロス軍。その中には本当ながら、 持ち前の行動力で物事に立ち向かう戦略気候師団の分隊長、ジャンヌ・フランセーズ少尉、男勝りで姉を肌の宇宙気候隊の中隊長、マリー・アンジェル少尉、規律と職務に忠実な参謀本部直属、憲兵隊のラーナ・イザビア少尉、そしてジャンヌの部下の面々といった多くの若者たちがいた。彼女らの前に現れるゾルの人造、 生物材料工学構造と駆動系を持つ、人型機動兵器、バイオロイドの操縦士、サイフリートとは、何者なのか、そして、同じ姿をした者が常に三人一組として、行動する三位一体のゾル人の秘密、生命の花とゾル人の関係、ジャンヌの部下、ボーイエマーソン上等兵と出会った、一星人の民間人音楽奏者、ムジカの正体。 地球人が開拓した惑星グロリエが異星人ゾル人の故郷というのは真実なのかといった謎が提示されてゆく。陸海局航空宇宙局航空宇宙局エアロノーティクススペースアドミニストレーション ASA はアメリカ航空宇宙局ナショナルエアロノーティクススペースアドミニストレーション NASA にその出自を由来するが陸軍出身の最高司令官 クロードレオンの施策により、予算や、兵站支援に関して不利な取り扱いを受けている。主力可変戦闘車両、航空機その他の戦闘ロボット、戦闘車両及び、戦闘航空機それ以外にも、惑星、グロリエの開拓守備軍である、サザンクロス軍では、宇宙機構隊を除く空境局の核軍団には、非変形の戦闘用航空機もしくは、戦闘用宇宙艇が、 戦略機構隊を除く陸海局の核軍団には非変形の戦闘用ロボットが配備されている。当時、放送前から玩具店に無料配布された三者合同冊子、長時空情報によれば都市部主営を戦術主眼に置いた戦略隊、そして防衛隊配備機以外の局地部隊のロボットやパワードスーツは局地防衛と開拓支援目的ゆえの独特な デザインが多い。その理由として戦闘のみを想定した運用のみならず、トンデン兵のように植民惑星開拓事業にも従事していたものと考えられる。感染惑星、リベルテ個人用装備運用特性デザイン制作集団、アンモナイトによる運用特性の設定は以下の通り、機動兵器鑑定など、 上記のほとんどの曲を収録したアナログ版、後の時代に発売された CD 媒体によりデジタル化されたサウンドトラックの大半はいずれもトクマジャパンコミュニケーションズより発売された。また、オープニングとエンディング主題歌の EP レコードの発売元も同社である。本シリーズのアナログ版は2種類の主題歌を収録したシングル版のほか、サウンドトラックが2種類。 ジャンヌのリベルテ群の幼年学校時代を描いたドラマ編が1種類、先に発売された2種類のサウンドトラックから楽曲を選別した上で、シンセサイザーにて編曲した2枚のアルバムを含む合計6枚が発売された。なお、特摩ジャパンコミュニケーションズにより後の時代にデジタル化されたサウンドトラックは予算上の諸事情により、 現場の音質、音圧調整が行われないままでの、録音データ移行のため、特に、ノイズリダクションなどの信号処理に問題を残した、ままでのデジタル化となっている。いかに、その詳細を記載する。本、テレビシリーズは、制作体制を一新した、都合上、準備期間が3ヶ月程度とた作品に比べて、極端に短く、第6話の脚本並びに、 台本完成時までは、作品題名も、初期案タイトル、超時空連合レグルスより解題された、超時空基団レグルスと未定であったため、各々の話数の副題も、本放送時に確定したものとたた異なる。このため、当時のアニメ雑誌、アニメエージュ、マイアニメ、ジアニメ、アニメディア、アニメック、月刊アウトに掲載された放送予定表には、 初放映時に確定表示された副題の掲載が、紙面掲載に間に合わずに、台本に記載の副題が記載されたり、一方で記事の締め切り日時により本放送時までに変更された副題が反映されるなど、複数の未確定と確定の副題が混在し、当時の読者並びに視聴者にいたずらに混乱を招いた。以下に、台本記載の副題を一覧表として示す。 海外での放映は大半がロボテック第2世代編であるロボテックマスターズ及びそのロシア語版である。だが中国圏内ではロボテック版として本案されたロボテックマスターズに加えてではあるが中華民国と香港では日本の原作版の日本語音声に対しての反対時の関東語字幕版及び現地声優による吹き替え版での地上波放送。 ケーブルテレビ放送、衛星放送、ビデオ CD の発売が行われた。中華民国では中国電子講師にて、民国期限76年1月27日から、同年6月17日まで、週5日の帯番組として、反対時の関東語字幕により、原作に、忠実な、長寿空気旦那とホシを放映し、 1996年から1998年に、かけて東市イクラク台、中都通り大、マジック。TV、A 市中分台にて、日本語の音声トラックのまま、中文反対字幕を載せた、字幕版の放送のほか、ーリオワンリンダイナミック聖地音強者、戦力聖地影音有限講師、ユルオ、ワンリングダイナミックシェーディングサウンド CO。リミテッド、では、 関東語による吹き替え版の放送と字幕と吹き替えの音声トラックを収録したビデオ CD も発売された。この版を流用して、香港のアシマ電子では1987年に、長熟期団ナトナグルが放映されたため、本作品の知名度は大陸側中国で、ロボテック版である、ロボテックマスターズ、関東語圏の香港と台湾で、原作。 長時空気団サザンクロスの知名度が高いという逆転状態となっている。前作までの高得と椅子に代わり、バンダイがメインスポンサーになった。番組開始時にアニメ雑誌等で公表された情報によると、1、35縮尺のスパルタス及びオーロランの変形玩具を発売する予定となっていたが、関連商品を一切発売しないままスポンサーを離れた。 テレビ CM は当時公開を控えていた、超軸要塞、マクロスアイ、覚えていますかの商品のものが放映された。プラモデルは、前作、超軸世紀、オーガスまでの今井科学、アリー製作所に、別系列局放映作品、気候創世紀モスピーダの商品化の際から、新たに、キャラクタープラモに参入した、LS が加わり、三者共同となった。ラインアップは1。 12スケールの各種アーミング、ダブレットが9種のほか、LS から1、48スケールのサイフリートバイス、専用バイオロイド前期、2型改めと1、20スケールのフラッシュクラッパーの2種が発売された。リアルロボット全盛期で、敵側の登場メカが模型化されているにもかかわらず、主人公側の巨大ロボットが一切、商品化されないという異例の事態となった。 1>, 1、12プラモデルでは、メタル製の足先と肩アーマーや、各部隊のメタルエンブレムのキーホルダーが付いていた。アリー製作所の憲兵隊、ラーナ少尉のアーミングダブレットのプラモデルには、装甲を外すと裸の上半身が露出する。現代の用語でいうキャストオフの新機軸が導入され、テレビ CM にもその画像が使用された。初版の上半身パーツを収めた。 ブリスターパックの台詞には、ロリコンを取り入れた、ボディというキャッチフレーズが添えられている。当初、LS の戦略機構隊、ジャンヌ少尉のアーミングダブレットのプラモには、上記ラーナ少尉に付属した素顔の部品がなく、ヘルメット時の頭部のみだったが、主演声優の富澤道恵及び当時のファンの強い要望で、第2班から素顔の頭部が、ブリスターパック入りで付属するようになった。 なお、主役三人娘には、ボーナスパーツとして、プラスチック製の六角形台座やハンドバッグ、小銃を肩に担ぐための革ベルトが付属した。東京都大田区蒲田の、ホビーショップ無限が MPC をもじった MPG の、シリーズ第三弾として、長時空世紀オーガスから模型化した第一弾1、12、ミムジーラース、第二弾1、 12、アテナ・ヘンダーソンに引き続き、シリーズ化、第3弾として、レジンキャスト手法で量産された、縮尺1、12の組み立て式フィギュアで、ジャンヌ・フランセーズを発売していた。海外では、ロボテックの放映時に、変形可能なスパルタスや、バイオロイド、バイオロイド用、飛行ゾリ、ゾル群の動力付き甲冑、ヒロインのジャンヌの稼働フィギュアが起乗できる構造の、ホバーバイクなど、 数種の玩具が発売されている。また、ロボテック公式ストアウェブサイトでは、本放送から28年ぶりとなる、2012年4月1日、ジョルジュ・サリバン役のケント・ハリソン・ヘイズの歌う、コンパクト版、ミニアルバムコンパクトディスク・1つツ・が発売された。2018年12月16日、トランスフォーマーの完全変形玩具に関する、 サードパーティー開発企業で著名な香港所在のマーストイズは、本邦内、国外含めて、完全変形玩具としては、初の商品となるスパルタス、およびバイオロイド前期、通型改め、バイオロイド用飛行ゾリを発売することを公表した。シリーズ化として、後続の企画も進行中である。この開発と連携し行応する形で、同じく、 香港所在のキッズコンセプト社は、急流案、国際貿易展示場のスターホールにおいて2018年12月14日から16日にかけて開催されたアスガング展にて、ロボテック名義、ダーナ・スターリングのコレクションサイズのアクションフィギュアを、甲冑の交換ボディ付属で2019年の冬までに発売することを発表した。テキサス州に本社を置く。 ソーラーアフレアーゲームズ社はロボテックの第二世代編マスターズより地上戦に限定した舞台を扱うクライシスポイントのボードゲームを2019年発売に向けて開発中であることを告知したただし日本国内ではそれらの商品もタツノコとビッグウエストの権利裁判闘争の煽りで日本国内の販売店や通信販売を含めて公式には 入手不可能である。以下の各局は、1984年9月の時点で、本作を放送していたつぼねである。特筆のない場合は全て同時ネット。系列は、本放送当時のもの。出典は個別に出典が掲示されてあるもの以外は、雨季の出典を使用する。ありがとうございます。